帽子からいきます。帽子はですね、続いて T シャツはパンツはですね、これいいな、サロン、これコージラナイロンなんで薄いけど強いんですよね。これとかはアルテラの定番、昔僕も愛したけど、サバイバルシート、それから熊鈴、急激に血糖値を上げないっていう効果があります。これを2本ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。52歳ですが、52歳になってもこの記録更新できるようにまだまだガチ足していきます。ここは富山の高岡ランニングショップサリーズのお店の前にいます。今日はお店で、トレラングッズを選ぼうと思います。今度ね、サリーズさんが中心になってこの二神山トレイルランっていうレースを開催するんですよ。種目が16キロ、10キロ、いわゆるショートなんですけど、で、まあ、二神山のレースに限らず各地で、いわゆるショートのトレランレースって行われていると思います。で、今回はショートで走るんだったらこんなウェア、こんなシューズ、そしてエネルギー補給食はこれがおすすめよというのをお店で僕が選んでみようと思います。それでは実際に店舗に行ってみます。ガチオのランチャンネル。こんにちは。あ、こんにちは。今日はお店でいろいろと買わせてもらうかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速商品選びをしたいと思います。まずは帽子からいきます。帽子はですね、いろいろあるんだけど、マイルストーンいきますか。これはつばが短くてワイヤーが入っているんでクイッと上に上げられます。雨が降ってもこのワイヤーが結構強いので、水を含んで垂れてくることがない、こいつチョイス。続いて T シャツはいろいろあるんですが、ティートンのノースリーもいいけれど、ノースリーではなくて袖付きの半袖で行こうかな。これプリントしてあってちょっとカジュアル感もあっていいですね。サイズは M。 よし、パンツはですね、これもティートンでいきますか。ティートンの色としてはそうだな、この辺の色いいな、こっちの色もいいけどこれにしよう。ウィンドシェルがこれいいな、サロモンの、ボダッティウィンドシェルですね。まあ、当日の天気がわからないけど、一応寒さ対策ということでウィンドシェルも持ってた方がいいと思います。ソックスいきます。ソックスはいろいろサリーズ並んでます。ヤマチューンもいつも使ってるけれども、たまには違うソックス、オレノいきますか。オレノの色はこの辺り、これコージラナイロンなんで薄いけど強いんですよね。で、特徴はラバーで5本指、サイズはぴったり。ザックはもうこれは一択でしょうサロモンのアクティビースキンの4、色は一応黒とこのグリーンがあるけど、
コーディネートを考えればこのグリーンいきましょう、ね、サイズがこれあるんだよな、まあ、僕で言うとあここにあったあった M サイズでいけると思います。これはね、まあこの前サロンの動画あげましたけど、ここの前止めとそれからこのサイドのこのストレッチが効いているところ、サロモンの特許だということで、であといろんなところでこだわりがあって、まあ、この辺もポケット補強されているので、この生地が、あと容量的に4リッターっていうサイズはちょうど16キロとかのレースには必要なもの全部ここに入るんで良いと思います。これにしよう。ローンピークとかは、これとかはアルテラの定番、昔僕も愛してたけど、いい靴ですが、今回はこれではなく、メデルもいいね。この靴もこの素材がマトリックスなんで軽量ですごい強いです。ただそこまでガチでやらず、レースもそれからトレラン日帰りだとかも楽しみたいよというんであれば、やっぱりこれかな。サロモンのセンスライドの5、これでいきましょう今回は。で、あとは必携品を一応買っときましょうか。サバイバルシート、それからあとはテーピング、この辺は、ま、巻いておいた方がいいと思います。捻挫の防止にね。それからあとは、クマスズ。そしてジェル。エネルギーですね。16キロを走るとすると、時間的には2時間30分から3時間と。するならばジェルは3つ持っておけば大丈夫だと思います。僕がいつも使っているもので言うと、まあマグオン、これはいつもお世話になってますね。これは1つでカロリーが120キロカロリーある梅、なかなかおすすめです。これとあとはメダリストですね。これも人気ですよね。結構甘いんですけど、これ中に入っているのは果糖なので、こうグーンと、血糖値を上げないというところが売りだと思います。果糖のジェルってあまりないので、これを使いましょうか。それとあとはどうしようかな、チャレンジャー行こうかグリーンアップル、これも結構よく使ってる。パラチノースが入ってるんで、これもこう急激に血糖値を上げないっていう効果があります。113キロカロリーでカフェイン入りですね。これは 20mg 入ってます。この3つをおすすめします。それからあとは、まあ、5月開催、かなり暑くなるのでナトリウムを体に入れなきゃいけないということで、塩ジェルおすすめです。これはね、1本で蛍光補水液 250ml 分の成分が入っている。これを2本。お店どんな感じですか今は。今そうですね、富山マラソンのエントリーも始まって、はい、ああそうですよね、はい、やっぱり街見てても走ってる方が多くなったなっていう印象で、はい、コース目の前走るんです、はい、そうですね、お店の目の前走るんです。ああ、はい、じゃあそのロードランナーさんも、うん、はい、トレイル走るぞっていう人も、そうですね、お店に結構来てる、はい、多いですね。あ、はい、まあ、今から走り始めるっていう方も結構多いと思います。 あ、はい、あれ二神山トレイルランがもうそうじゃないですか、はい、そうですね、これ、はい、5月12日、はい、5月12日です。距離が16キロと10キロと、はい、エントリーの状況はどうですか。嬉しいことに2日間で定員になりまして、
何人、はい、450人です。すごいですね。何回目、3回目ですよね。今年3回目になります。あ、はい、もう完全に定着してきた感じが。そうですね、もう、はい、あの高岡市で、まあ、そういったランニングとか、うん、トレイルのイベントっていうのは今までなかったので。なるほど、はい。じゃあこのまさに二神山トレイランのレース走るよ、はい、何使えばいいよ、うん、いいのかっていうことで。そうですね、買いに来られる方も多い、はい。ちなみに今日は僕がこうしてお店の中で選んだ商品を並べてみたんですけど、はいはい、これ見てどう思いますか？いや、さすがあのガチョウさんだなっていうあの、ま、色の組み合わせの非常に、はい、色合わせのコーディネート。結構推しは入ってますか？入ってますね。サリンさんとしての推し、はい、推し入ってます。ショートパンツになるんですけど。ショートパンツ、はい、あ、何が、今年からあの、うん、ファブリックが変わりまして、生地が、ね、生地なんですね、はい、変わりまして、あの今までの生地よりも、はい、触っていただくとちょっとさらっとしつつ、まあ張りもあって、あと伸びるんですね。ストレッチ、ストレッチを効いてると、はい、これがあのパーテックスの、うん、あのイクリブリウムっていう、ちょっと言いづらい素材なんですけど。言いづらいです、はい、そうなんですよ。それに、まあ、変わったことで、はい、あの汗かいた時の肌離れとか、あ、はい、ペタッと、うん、ペタッと張り付くことがなくなったっていう。へー、色もすごくいいですよね。そうですね。で、前作が 130g だったのが約 70g ぐらいになったので、軽くなった、うん、軽くなりました。僕が今これハンガーを持ってるから、はい、そうです重い感じがするけど、はい、これと、うん、あ、確かに軽い、軽いです、はい。後ろポケットもついてるし。そうですね。で、撥水も効きますので、なるほど、うん、非常に暑い時期とかにもすすめのパンツ、おすすめのパンツ、はい。じゃこれとか、うん、あとは、あとはですね、そうですね、あの今年、うん、サロモンのアクティブスキンっていうですね、はいはいはい、あのすごいお買い得のトレランザックになるんですが、はい、これが、リニューアルされまして、うん、アクティブスキン4っていうのは、うん、まあそんなには変わってないんですけど、はい、このアクティブスキンの12リッター、はい、こういう色もあるんだ。そうなんですよ、こういう色もあるんですけど、後ろにこういうメッシュポケットがつきまして、はいはいはい、ここに例えばタオルとか、ウィンドシェルとかですね、さっと入れれるっていうことになりますね。ここにサリンさんのマークがついてるブルゾン、はいはい、うん、だけどこれね、はい、これちょっとこれオリジナルですか？これサロモンの、そうですね、サロモンのモナッティの、うん、このシェルは通常に売ってるタイプですよね。そうですね、通常売ってるタイプに、ちょっとお店のオリジナルの他にもありますね、はい。あのそれは既製の商品に、うん、あのサリーさんの刻印が押してあるのか、はい、あの完全にオリジナルのものも、ものもある。例えばどんなものがあるんですか？例えば、はい、これが、オリジナルの T シャツになります、ね。オリジナルの T シャツ、はい、サリーさんの、はい、そうですね。あ、はい、手触りもいい感じですか？はい、これはあのトーレのプライムフレックスっていう素材を使った T シャツになります、うん。最近いろんなブランドが使ってますよね。はい、そうですね、これ、はい、これうち5年ぐらい前から使ってる素材なんですけど、これレディース？これレディースです、ね。あ、はい、メンズとレディースがあるんで、形が変わってまして、はい、フラットシームっていうこういう、あ、縫い目があの表に出てこない、出てこないっていう、ね、当たらないってやつ。そうですね、はい、そんなものも、うん、あと肩の位置をこうずらして縫ってあったりとかっていう、細かい、その理由はこれあのザク数えた時にここ当たるところですね、はい、そこストレスかからない、はい、にしてるんだ、はい、なるほど。まあ襟とかも、まあ、ザク引っ張られて伸びやすいので、これいいですね、はい、これはサリンさんでなんて買えないですか？そうですね、はい、これはもううちオリジナルになりますので。ネットでも売ってるんですか？ネットでも売ってます。 あとはなんかこう、はい、これぜひみんなに知ってほしいみたいなアイテムはあるんですか？そうですね、あ、そうですね、お、ひらめいたみたいだな なんだろう何をひらめいたのか、はい、シェイクハンズ、シェイクハンズ、はい、という商品になります。あのこの形とか、うん、デザインは考えたものです。すごい、はい、これは僕もあのプロジェクト G として、はい、用意はしてるんですけど、はい、そのシェイクハンズ、はい、
まあ、実際自分が走ってる時に、うん、まあ、最初はハンドボトルとか、はい、シンプルハイドレーションっていうアメリカのボトルとかあったんですけど、うん、やっぱり違和感があったりとか、うんうん、持ちにくかったりとか、うん、すごい不満があったんですね。まあ、それで自分でいろいろ試行錯誤して、うん、まあ、どういったらこう持ちやすくなるか。すげえ、はい、これを発案した人はここにいます、はい、最近でもこれバージョンが少し変わりましたよね。そうですね、去年バージョンアップしまして、はい、まあ、やっぱりここの腰に当たる部分が少し前は湾曲してたので、はい、まあ、点で当たるところが腰痛くなったりとか擦れたりとかっていうことがあったので、はい、まあ、思い切ってここをまっすぐにして、うん、面で捉えることでフィット感もアップしました。容量も 350ml になった。前は何 ml？ 前は320から30ぐらいだった。30ぐらい、うん、はい、それが50になったから、はい、20ml ぐらいが増えた。そうですね、一口、うん、一口分、一口分でかいですね、はいはい、なるほど。ということで、まあ、これからね結構夏場水ね定期的に飲まないとダメだから、はい、シェイカーンズとかは持っててもいいし、ね、まさにレースとかで使うんだったら、はい、まあ言うと携帯コップの代わりにもなるし。そうですね、うん、はい、サリーズさんのサイトでも売ってるし、うん、これ意外にいろんなあれですよね、はい、そうですね、いろんなお店さんで売ってますよね、いただいてますね、はい、でプロジェクト G もありますから、はい、そうですね、と、はい、いうことで、はいはい、サリーズさんのお店でナイスなアイテムをピックアップしてきました。トレランレースだいたい20キロぐらいの、まあ、ショートと言われているところで使うには、僕が今日ピックアップしたアイテムは、うん、良いと思います。で、揃えておくとその後もう少し長い距離を走るときにも使い回しが効くし、トレーニングでねちょっと短いところぐるっとしたりだとか、あと夏場でそんなに荷物を持たなくていいときには、言うと今日のザックの4リッターとか、あれはもうめちゃくちゃ使えると思うし、で短パンも T シャツも言うと生やってもいいと思うんですよね。なので、ぜひなんか参考になれば嬉しいです。ぜひ富山の高岡、この辺りに来た方は、サリーズの店舗に立ち寄っていただければと、まあ、あと富山マラソンだとかいろんなレースもね、二上山もそうだし、剣のトレラン大会も7月開催されます、僕も出走しますけど、とかそういうガチで走らなきゃいけない時とかもね、あると思うんですよ。そういう時には使っていただければなというふうに思います。はい、今回はなんだろう、グッズ紹介でした。こんな感じでね、レースレポートとか旅ランの様子とかいろいろとこう織り交ぜながらランニング系の情報をアップしています。走る気持ちのスイッチオン、モチベーションアップを目指していきますので、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ハトはね、自分のものを買ってきます。ね、欲しいのはこれなんですよね。カフェインジェル、これを買ってきます。結構大量買いしようかな。これと、あとは塩ジェルがもう在庫がないので、これを買ってきます。ただ、これを2つ。ちょっと気になってるのがね、これなんですよ。マグオンの足つり対策のこのボディローション。これがね、使えるじゃないかということで、買ってみようと思います。ありがとうございます。この中には、塩ジェル、それからカフェインジェル、あ、すいません、塩ジェル全部買っちゃいました。はい、それとあとはこの俺は熟睡酢っていうのも入ってます。試します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。